はい、前歯の部分矯正治療お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、今こうあのアンケートを、ね、書いていただいたんでいくつか質問させてください。はい、お名前を教えてください。そうです。はい、ありがとうございます。年齢を教えてください。33歳です。はい、ありがとうございます。前歯の部分矯正で実際に動かしてた期間を教えてください。前歯の部分矯正で動かしてた期間。あ、今のスタートから4ヶ月ぐらい下、下はねやってましたね、ワイヤーでね、はい、でそもそも前歯の部分矯正をしたいなとかしようかなと思ったきっかけ教えてください。あの歯並びが悪かったからちょっと気になってて、うん、でまあ、 テレワークになってからは結構時間があるし、うん、あ、矯正しようかなと思ってます。なるほど。じゃあ歯並びが気になり始めた一番最初っていつですか。小学校、子供の頃、それとも大人になってから気になり始めたんですか。子供の頃からそのワイヤーをして、で、うん、また悪くなってきて。あ、昔一回矯正をしてた。そうです、そうです。あ、上も。上も。あ、全部やってたんですか。そうです、そうです。で、終わっていつ終わったんですか。それは中学校ぐらい。中学校ぐらいで終わって、その時は日本にいた。ないです。あ、それはジャカルタにいた時で、うん、マウスピース作業のやつサボってて。あ、なるほど。後戻りしないようなマウスピースをもらったんだけど、しなかったんだ自分で。中学生だから。はい。でそしたらずれてきちゃったの。そうです。高校生の時はずれてました。もうでも大学生ぐらいかな、うん、大学生の時は日本まだ、あ、まだいい地元で、こっち来たのいつですか。5年前ぐらい、うん、ということは、じゃあ向こうで卒業してしばらくこう働いてて、うん、で働き始めてもちょっとずれてました。そうです。でその時向こうでやろうっていうのは何のこと。あ、その時は、まあ、どうでもよかった。あ、まあ、気にならなかった。で、こっち来て、どのタイミングで気になり始めたの。1年、2年前ぐらいかな。なんかきっかけあったんですか。写真見返してたらとか。そう、いや、まあ普通にちょっと綺麗にしたいなと思って。なるほど。それでまあこう時期的なものも関係してやろうかなみたいな。そうです、そうです。でもその時は矯正、部分矯正が知らなかったから。ああ、確かに。うん、で、テレワークになって、まあ、めちゃくちゃ調べるようになって。で、なんか出てきて、矯正部分ってあるんだみたいな。あ、それでうちに来ていただいて。そうです。で、他に相談とか行ったんですか。普通にちょっと電話したりするとか。直接こう話を聞きに行ったりとかは？ないです。あ、じゃあもううちだけ来て、うん、で、じゃあうちでスタートしたわけですけども、はい、うちでやろうって決めた決め手は何ですか？まあみんな店員にいろいろ説明してくれるし、あと、うん、分割払い。あ、分割払いもできますし、もう矯正部分が一番でかいかな。あ、なるほど。全体じゃなくて部分的にここだけやりたいよっていうことでね。なるほど、なるほど。で、まあ、いざスタートして終わったんですけども、スタートする前にこう不安だったことってありました？どれぐらいやらなきゃいけないとか、期間どれぐらいかかるのかなとか。そうそうそう。なるほど、なるほど。あ、痛みとかって書いてある。そうそう。痛みどうでした？痛みは大丈夫だった。大丈夫だった。そうそうそう。全部のより、うん、もう全然痛くなかった。ああ、昔の全体矯正に比べると痛くなかったって。なるほど。じゃあそこまで心配しなくても大丈夫だったって感じですかね。じゃあ前歯の部分矯正やる前とやった後で、歯並び、どう変わりましたか？めっちゃ綺麗になった。めっちゃ綺麗になった。結構こう前後してたんですよね、下がね。それで、今はピッと並びました。はい。じゃあ前歯の部分矯正やる前とやった後でこう気持ちの変化とか生活の変化ってどうですか？あまあ普通に嬉しかったし、その歯磨きをするときにめっちゃ簡単になったし、磨きやすくなった、うん、そうですね。まあまあ、普通にインスタストーリーした、みたいな。ああ、なるほどね。じゃあもう歯見せるのも別にそんな嫌じゃないというか、ストレスなくなりました。まあ。じゃあ前歯の部分矯正をやりたいんだけどこう迷ってる人、はいはいはい、まだこう調べて、はい、昔の
自分みたいな、うん、ちょっと前の自分、半年前ぐらいの自分みたいな方にメッセージというかアドバイスをお願いしたいんですけど。ああ、もっと早くやればいいんじゃないかなと思う。なるほど。もう早くやって。そうそう、早くやって早く終わらせて綺麗になったので、うん、まあやっぱ早く綺麗になりたいじゃん。なるほど。早く始めた方が早く終わるし。そうです。で終わってからの方が、そういろいろ楽しめる。楽しめる。うん。じゃあ最後に前歯の部分矯正ね、下をね4ヶ月ぐらいねやってましたけれども、振り返ってみて前歯の部分矯正はやってよかったですか？はい、やってよかった。え、前も前歯の部分矯正はやってよかったですか？はい、よかった。満足してます。はい、わかりました。質問以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。